みなさん、こんにちは。処理みたいなしほです。はい、ということで今回はですね、今回はこのね、フォーチュンっていうのかなのハッピーバッグを開けていきたいと思います。ということで、ピンクメイクの化粧品のハッピーバッグですね。これドンキ限定で、そう、ドンキ行った時に見つけたやつ。そう、私ほんとピンクメイク大好きなので、いいかなと思って買ってきました。オレンジもあったよね。そう、オレンジとピンクで、ピンクなので私は私はピンクなんピンク買ってきますね。1800円なんですけど、これメーカー小売想定価格はなんと7600円なんですね。それがなんと1800円、なんと 76% オフ、うん、すごい。これはもう買うしかないと思いまして、はい、買ってきました。はい、ということでね、開けていきたいと思います。はい、私フォーチュンって聞いたことないんだよね。聞いたことある。見たことあるよね、このなんかそう、見たことはあるんだけど、あと、このリップとか見たことあるんだけど、フォーチュンで言うんだみたいな。言うんだみたいな、そんな感じで、まだ疎いんですけど。でもお得だよね。そう、お得だったんで、ちょっと、開けてみますね。はい。この時期はいいよね、ハッピーバッグとかさ、福袋が出てくる時期ね。テンション上がるね。福袋とか楽しいよね。楽しい。まあでもこれ中身分かってるよね。そうなんだよね。おお、すごい、ちゃんと箱が入ってる。でもこれが1800円という安くなのよ。かわいい、マジかわいい。ちょっと切り替えます。はい、はい、ということでちょっとアングル変えました。5つですね、こんな感じの5つ、一つ一つ紹介していきます。まずこちら、こちらが、フォーチュンプロプリズムトリックアイカラーですね。これ、なんと方のアイシャドウですね。かわいい。ちょっと開けてみまーす。かわいい。ハート。ね、かわいい。え、かわいい。かわいい。チップですね。うん。すごいキラキラが。すごいね。真ん中すごいキラキラしてる。かわいい。これ使えるわ。全部使えるわ、この色。私、こういう色好きなんですよ。本当にちょっと開けてみる。あ、クリームっぽい。あ、クリームだからシュッてならないか。シュッてならないかも。あ、粉だったわ。あれでもこれクリームっぽいな。あ、めっちゃ可愛い、この画面。キラキラになりすぎない感じだね。ね、この辺にピンク、この辺にラメ、全然わかりづらいなこの辺になんか茶色。ここ薄付きだね。ね、ね、すごい薄い感じで、ちょっと。ナチュラルメイクになりそうですね。ね、いいかもしれない。うん、ラメとか分かりづらいな。分かりづらいけど、まあでも。めっちゃ可愛いです、うん、本当にラメ。え、ラメ絶対めっちゃ使えるわ、これ、ね。やっぱこの時期はラメがね、いいよね、キラキラ。可愛い、本当に。涙袋のラメが最高に可愛いですよ。ということで、これも愛用していきたいと思います。次、フェイスパウダー。フォーチュンスキンティントトーンアップパウダーですね。すごい、これも良さそう。ちょっと日焼け止めが入ってるね。あ、そうだね、ちょっとだけ入ってる。え、かわいい。かわいい。こんな感じです。で、開けると、おお、なるほどね、こういう感じで。私パウダーが使える。うん、使おうかな。かわいい。一番最初に鏡よ。え、あのスキンケアした後に、まあ、パウダーちょっとずるみたいなね。下地の、あ、でも下地塗らないとダメだからな。まだ早いかな。うん、下地塗ってないんですよ、私。下地から、まあ、まだそんな塗る肌地もピチピチだから、そんなしなくて、まあ、今後使えたらいいんじゃない。パウダーは本当使うしね、これからね。うん、ちょっとね、今後使えたらなと思います。はい、あ、ここ下地あった。あと下地、これだ、これ下地でしょ。下地ですね。これ塗って、それをパウダーで仕上げるのもいいんじゃない。これも、だね、フォーチュンスキンティントトーンアッププラ今。これもね、日焼け止めがちょっと入ってる、ちょっとだけ、ね、これを塗るのがいいかな。
私まだ塗れないか。そうだね。まだ早い。てだーん。かわいい。かわいいね。化粧下地でーす。ということで、これはね、また今度使ってみたいなと思います。次に、まずリップいくか。リップでーす。フォーチュンマシュマロティントルージュ05のフランボワーズレッド。ちょっとなんか深い赤だね。ね、こういう感じの。大人かわいい愛されレッド。ね、ピンクメイクだけどちょっと大人っぽい感じ。ね。こういう色もね、ちょっと欲しかったんですよ。確かに今の時期にはいいよね。あ、待って、かわいい。いいかも、いいんじゃない。私はあんま買わないような。あ、なるほどね、こういう色です。ちょうど自分じゃあんま買わない色ですね。え、ちょっとこれ使おう、マジかわいい。かわいい、めっちゃかわいいです。この色好きだな、私、ね、こういう色欲しかったんだよね、うん、うん、そう、やった、ありがとうございます。次ラスト、これね、ティントですね、うん、フォーチュンウォーターセラムルージュ03番。これなんか薄い感じの色かな、こっちは逆に。そうだね、こっちどっちに比べちゃうオレンジっぽい感じだね。うん、うん、あ、おー、え、塗っちゃっていいかな。おー、かわいい、かわいい。どっちかっていうとなんかちょっとオレンジっぽい気がするね。ちょっとこっちで比べるとオレンジだ ね、 ね、すごい。でも一応これピンクメイクで入ってたね。はい、この私最近リップすごい好きで、ね、うん、ちょっとね、愛用していきたいと思います。かわいい、めっちゃかわいいねんけど。はい、ということで今回はね、フォーチュンの、合ってるかな、フォーチュン発音合ってるから心配なんですけど、もうハッピーバッグを開けてみましたね。すごいお得だったし、もう可愛いもん。そのフォーチュンも全部当たりなので、皆さんもね、ドンキに行って見つけたらぜひ買ってみてください。ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。ね、フォーチュンって言ったらさ、うん、フォーチュンラバーなんだけど、私だけ、ママフォーチュンクッキー。時代を感じる。さよなら。時代っていうか私なの。フォーチュンラバーってわかる？何フォーチュンラバーって？あれなんだよ、あの漫画のさ、うん、舞台、あの乙女ゲームの舞台の話なんだけど、その乙女ゲームの名前がフォーチュンラバーでした。知らない人の方が多いんじゃない？フォーチュンクッキーの方が多分知ってるよみたいな。だよね。フォーチュンクッキーだよね、やっぱフォーチュンって言ったら。確かにフォーチュンクッキーだなって思ったもん今。だよね。ママの方が正常。私がちょっとマニアックすぎた。マニアックすぎた。ごめんなさい。はい。フォーチュンちょっとフォーチュンラバーなんですけど。マニアックすぎました。バイバーイ。